i l y s 必見。平野翔のコンサート後の衝撃発言にファン大興奮。平野翔の真実。ファンとの絆を深めるための意外な方法とは。2024年のある夜、東京の大きなアリーナでコンサートが終わった後、ファンたちの歓声がまだ耳に残る中、平野翔は舞台裏で一息ついていた。彼のインスタグラムにはすぐに投稿がアップされた。コンサート楽しかった。 会えなかった i l ワイ e も必ず会いましょうというシンプルなメッセージとともに、舞台上での輝かしい瞬間が写真に収められていた。その投稿にはすぐに何百ものコメントが寄せられ、ファンたちはコンサートの感動を共有し、次回の再会を待ち望む声であふれていた。ファンの一人、さやかはその投稿を見て涙を浮かべた。彼女はこのコンサートに参加できなかったが、 SNS でシェアされた写真や動画を通じて、その場の雰囲気を感じ取っていた。翔くんのインスタや SNS に上がっている動画ですごく楽しめたよ次は翔くんに会いたいなというコメントを残し、彼女の心には再会への期待が膨らんでいた。同じように、多くの ILYs たちが、ライブの素敵なお写真を共有してくれてありがとう次こそはナンバーアンダーライン愛と ILYs 全員が再会できますように。 とといいっったた。感謝と期待の言葉を綴っていた平野翔は、ファンとの深い絆を常に大切にしてきた。彼の言葉や行動には、ファンへの愛と感謝があふれている。例えば、今回のコンサートでの発言も、会えなかった ILYs も必ず会いましょうというメッセージは、ただの約束ではなく、彼の心からの誓いだった。その姿勢がファンにとってどれほど励みになるかは、コメントからも明らかだ。 ファンの一人はいつも有言実行しようとしてくれる翔君ありがとうと感謝の意を表していた。このように SNS を通じてファンとの交流を深めることは現代のアーティストにとって重要な役割を果たしている。特にコンサートに参加できなかったファンにとって SNS はアーティストとのつながりを感じる重要な手段となる。写真や動画だけでなくアーティスト自身のメッセージが加わることで ファンとの距離はぐっと縮まる。平野翔の投稿も、まさにその役割を果たしていた。また、平野翔のファンである ILY ズたちは、ただの受け手ではなく、積極的にコンサートの感動や喜びを共有する存在でもある。彼らは SNS での投稿を見て、コメントを通じて互いに感動を伝え合い、共有する。その中には、 有明ライブ無事に感想びっくりマークお疲れ様アマプラ配信がさらに楽しみになったよといった次の楽しみへの期待や感謝の気持ちが多く見られる平野翔の姿勢はファンに対する深い敬意と愛情に支えられている彼は常にファンの立場に立って考え行動している言葉だけじゃなくていつも有言実行しようとしてくれる翔くんありがとうというファンの声に象徴されるように 彼の行動はファンに対する信頼を築いている。しかし、平野翔のようなアーティストがここまでファンとの絆を築くには、多くの努力と時間が必要だ。彼はステージ上でのパフォーマンスだけでなく、SNS を通じてのコミュニケーションや、日々の小さな行動を通じてファンとの信頼関係を築いてきた。その結果、ファンは彼を信頼し、応援し続ける。ファンとの絆を深めるために、 平野翔は多くの工夫を凝らしている。その一つが、SNS での積極的な発信だ。彼はただ写真を投稿するだけでなく、そこに自分の思いを込めたメッセージを添えることで、ファンに対する感謝の気持ちを伝えている。その姿勢が、ファンにとって大きな励みとなっている。また、平野翔のファンである i l i ズたちは、彼の投稿に対して積極的に反応し、 コメントを通じて彼とのコミュニケーションを楽しんでいる。その中には、翔くん、見せてくれてありがとう、次は絶対会いたい。大好きだよ、といった熱い思いが込められたコメントが多く見られる。さらに、平野翔のファンに対する愛情は、彼の言葉や行動だけでなく、彼が出演するイベントやコンサートの内容にも反映されている。例えば、今回のコンサートでも、 彼はファンのために最高のパフォーマンスを披露し、ファンに対する感謝の気持ちを伝えていた。その姿勢が、ファンにとって大きな喜びとなっている。平野章のコンサートは、ただの音楽イベントではなく、ファンとの深い絆を感じる場でもある。ファンは彼のパフォーマンスを通じて、彼の情熱や思いを感じ取り、共感する。その結果、コンサートはファンにとって特別な思い出となり、 彼ととの絆をより深めるることができるまた平野翔のファンである ILYs たちは彼のコンサートや SNS での投稿を通じて彼との絆を深めるだけでなく他のファンとのつながりも感じている彼らは SNS を通じて互いにコメントし合い共有することで共通の思い出を作り上げているその中には 次こそはナンバーアンダーラインアイと i l イズ全員が再会できますようにいつだって相手の立場になって考えて言葉をくれるというように他のファンとのつながりを大切にする声も多く見られる平野翔のファンに対する愛情は彼の言葉や行動だけでなく彼が出演するイベントやコンサートの内容にも反映されている例えば今回のコンサートでも彼はファンのために最高のパフォーマンスを披露し ファンに対する感謝の気持ちを伝えていた。その姿勢が、ファンにとって大きな喜びとなっている。彼のコンサートは、ただの音楽イベントではなく、ファンとの深い絆を感じる場でもある。ファンは彼のパフォーマンスを通じて、彼の情熱や思いを感じ取り、共感する。その結果、コンサートはファンにとって特別な思い出となり、彼との絆をより深めることができる。また、 平野翔のファンである ILYZ たちは、彼のコンサートや SNS での投稿を通じて、彼との絆を深めるだけでなく、他のファンとのつながりも感じている。彼らは SNS を通じて互いにコメントし合い、共有することで、共通の思い出を作り上げている。その中には、次こそはナンバーアンダーライン愛と ILYZ 全員が再会できますように、いつだって相手の立場になって考えて言葉をくれるというように。 他のファンとのつながりを大切にする声も多く見られる。SNS を通じてファンとの交流を深めることは、現代のアーティストにとって重要な役割を果たしている。特に、コンサートに参加できなかったファンにとって、SNS はアーティストとのつながりを感じる重要な手段となる。写真や動画だけでなく、アーティスト自身のメッセージが加わることで、ファンとの距離はぐっと縮まる。平野翔の投稿も、 まさにその役割を果たたしていたファンに対する深い敬意と愛情に支えられている。彼は常にファンの立場に立って考え、行動している。言葉だけじゃなくていつも有言実行しようとしてくれる翔くんありがとうというファンの声に象徴されるように、彼の行動はファンに対する信頼を築いている。しかし、平野翔のようなアーティストがここまでファンとの絆を築くには、多くの努力と時間が必要だ。 彼はステージ上でのパフォーマンスだけでなく、SNS を通じてのコミュニケーションや、日々の小さな行動を通じてファンとの信頼関係を築いてきた。その結果、ファンは彼を信頼し、応援し続ける。ファンとの絆を深めるために、平野翔は多くの工夫を凝らしている。その一つが、SNS での積極的な発信だ。彼はただ写真を投稿するだけでなく、 そこに自分の思いを込めたメッセージを添えることで、ファンに対する感謝の気持ちを伝えている。その姿勢が、ファンにとって大きな励みとなっている。また、平野翔のファンである i l i ズたちは、彼の投稿に対して積極的に反応し、コメントを通じて彼とのコミュニケーションを楽しんでいる。その中には、翔くん、見せてくれてありがとう、次は絶対会いたい。大好きだよ、と言った。 熱い思いが込められたコメントが多く見られる。